はい、こんにちは、百6六ンズです。 MLB の FA 史上の歴史上においても最高の選手といっても差し支えないであろう大谷翔平選手の動向が注目されているところですが大谷選手サイドが交渉などをオープンにして欲しくない意向を持っているとされるため実際どこのチームと契約しそうかなどはまだ不透明な部分がかなり多い状況ですよねファイナリストは絞ったとされフロリダ州のブルージェイズのトレーニング施設を訪れたようですし移籍先最有力としてずっと言われてきたドジャースについてもロバーツ監督自らが大谷選手と会ってきたと話していましたのでまあこの辺りのチームはかなりチャンスが高そうでありますが なななかなか前容が見えてこないとそんな中でここ24時間で大谷選手の決断の時が近いのではと報道が出てからの情報の錯綜ぶりに球界関係者さらには世界中の野球ファンが翻弄されるという出来事も起きましてみんなで振り回された大谷さん不在の大谷競争局を時系列順に振り返っていきましょう。 まずは日本時間12月8日の15時過ぎ、飛行中の民間航空機の現在位置が分かるフライトレーダー24を見ていたファンが、ロサンゼルス近郊のジョンウェイン空港からトロントのピアソン空港に向かうプライベートジェットが設定されたことに、ブルージェイズファンの一人が気がつきます。この両空港間でプライベートジェットが設定されるのは珍しいそうで、ブルージェイズが大谷さん獲得に向けて猛プッシュしているのは既に伝えられていましたし、ブルージェイズファンもかなり熱が高まっていた中でのこの飛行機の出現ですから、もしかしたらブルージェイズと契約しに行くのではと、 使用機材はボンバルディア社のグローバルシリーズで大谷選手は今年の WBC で帰国する際にもこれと同じシリーズの機材に乗っていたのも期待を高める一因ともなりましたその飛行機の動向が注目される中日本時間12月8日の夜 MLB ネットワークのジョン・モロシ記者がビッグニュースを伝えます なんと大谷選手の決断が近い、それももしかしたら最速で現地時間12月8日中に決断するかもしれないと、野球ファンみんな大谷選手の話は待っていた状況ですから、これでどこに行くんだろうとなるとともに、もしかしたら例のプライベートジェットはやっぱり大谷さんが登場するのであと、ブルージェイズと契約するつもりなのであと、ネット上では一気にブルージェイズ大谷論が高まります。諸市記者はこのポストをした直後に MLB ネットワークに出演し、その際にやはり情報筋の話として大谷さんの決断が近そうであることを、さらにはここ数日でブルージェイズが大谷獲得先生において かなり立場を上げてきていることを伝えていましてブルージェイスファンの方々本当に大谷選手来るんじゃないかと期待と同時に緊張もだいぶ高まる瞬間だったことでしょう で大谷選手の決断が近いと報道が出た1時間後大谷選手のトロント行きが注目される中でオペラ歌手を名乗る人物がブルージェイズの本拠地ロジャースセンター近郊の高級寿司店にブルージェイズの菊池雄星選手が50人規模の予約を入れたとポストしこれも話題を呼びますやっぱり日本人といえば寿司大谷選手が来るから菊池選手が寿司屋を予約しているなどなんと満足でありますがこのポストはかなりの反響を呼ぶこととなります実際にはこのポストをした人物はフォロワーが1000人も満たないようなアカウントで正直信頼に足る ようよな話では全然なくジョークであると思うんですけれども少なくとも全く当事者ではない菊池選手がこんなオフシーズン中になぜかトロントで50人規模の寿司パーティーをしようとしているネタ自体がまず面白く個人的には結構笑いましたねまあ、これを真剣に受け取ってしまう方も少なからずいてこのポストも相まってブルージェイズ大谷論はさらに高まった印象ではありますがで日本時間で日付変わって12月9日の深夜1時半諸ろ記者から続報が入ります仮に24時間以内に大谷選手が決断を下したとしても そのの後ににメディカルチェック等ももあるるため正式なな契約合意には数日かかるかもしれないとのことこまあそれは別に大谷選手に限った話ではなく MLB の移籍市場においては当たり前の話というか移籍の第一報が出てから実際に正式発表されるまで数日以上要するケースは全然珍しいことではないですしまあそんなもんだよなというか今更言うことなのかとも思った部分もありますが少し内容的には諸記者としてはトーンダウンした格好とも言えるでしょうか。 日本で大谷さんの動向を追っていた人の中には多分先ほどの諸記者のポストで諦めて寝た方も多そうですし私もその一人ですがそれから2時間ほど経った4時前ドジャースの情報サイトドジャースネーション .com の JP ホールンストラ記者が大谷選手がブルージェイズを選んだと記事を出しついに全員が待っていた瞬間が訪れます 契約規模は不明としながらもマイクトラウトがエンゼルスと2019年に結んだ12年総額4億2650万ドル契約総額は現時点の MLB においても史上最高額ですが少なくともこの契約総額は超えるだろうとも伝えていました。やっぱりブルージェイズだったかとトロント行きは本当だったんだと誰もが思ったんじゃないですかね。がこの報道は即座に否定されることとなります。スポーツネットでブルージェイズの番記者を務めるベンニコルソンスミス記者はそれから10分後に大谷選手はまだ決断を下していないし下す予定も特段分かっていないと伝え、これに ESPN のアルデン ゴンザレス記者なども追随しブルージェイスファンの喜びはわずか10分で鎮火されてしまいますただニコロソン・スミス記者は同じポストの中でブルージェイスがファイナリストであることも伝えていましてブルージェイスが有力な移籍先候補であることに変わりはなさそうな状況でした そしたら日本時間でもそろそろ太陽も昇ろうかという6時1分。大谷選手の決断が近いと最初に報じた諸氏記者が、現時点で契約自体はまだとしながらも、大谷さんが今日トロントに向かっていると報道。この時点で例のプライベートジェットはロサンゼルスを経って、もうじきトロントに到着するくらいの時間になっていまして、フライトレーダー24でも追う人が世界中で1万人以上を超えて、世界で最も動向が注目されているジェット機となっていましたが、それに乗っているのはやっぱり大谷さんなのではないかと、MLB ネットワークの信頼できる記者が大谷さんがトロントに向かっているという くらいなのだからと今度こそブルージェイズ大谷が爆誕するんじゃないかと本当にこの時は思いました。 6時過ぎに起きて大谷選手の行き先まだ決まっていないんかと、驚きつつも、諸市記者のこれ見て、ああ、でもやっぱりブルージェイズっぽいかなと、思ったんですが、1時間後の7時11分、USA TODAY のボブ・ナイチンゲール記者が衝撃のニュースを伝えまして、大谷さんそもそもトロントにすら向かっていなかったと、いやいや、そんな展開あるのと、ナイチンゲール記者のポストをものすごく威圧しますと、大谷翔平はトロントにいません。トロント行きのフライトにも登場していません。大谷は南カリフォルニアの自宅にいます。 エンゼルス番記者のジェフ・フレッチャー記者など他の記者も大谷選手の在宅を続々確認しそもそも向かってすらいなかったのが正しかったと分かる展開になってしまいますまさかの自宅にいながらトロントに行ったことにされた大谷さんまあそれよりもブルージェンスファンのショックたるやですよぬか喜びもいいところですよね まあそんな感じで大谷選手はトロントに向かっていないことが確認されたわけですが、じゃあロサンゼルスからトロントに向かっていた例のプライベートジェットは誰が乗っていたのという話になるわけですが、カナダの国営放送 CBC がわざわざピアソン空港まで確認しに行ったようで、登場していたのは大谷さんとは全くの別人。カナダの実業家ロバート・ハージャベック氏とそのご家族だったそうで、ナイチンゲール記者らの報道が正しかったことが証明されます。 なぜか大谷選手と勘違いされたハージャベク氏はその後、インスタグラムでブルージェイズのユニフォームを着た自分の写真をアップしながら自分が大谷翔平ではないこと一緒に飛行機に乗っていた5歳の息子さんが結構いやらしいボールを投げるそうでブルージェイズ6億ドルで契約してくれないかとなかなかにウィットに富んだ投稿もしていました。 結局、今日中に大谷選手の決断が報道されることはなく、トロント行きの誤報を伝えてしまった諸シ記者はこの件を後に謝罪。まあ、結果的には間違っていましたが、オフシーズンとしては珍しく、本当に時間単位で次の情報に一気中する感じは面白かったですし、同時に大谷選手に対する注目度の高さ、大谷選手自身がなるべく同行オープンにしたくない理由もなんとなくわかるような出来事でもありました。とはいえ、ウィンターミーティング後に決断を下すのではという話は以前より出ていますし、諸シ記者もその点については特に謝罪のコメントは出していませんので、おそらく決断自体 は近いのでしょう mlb の有力な記者でも確かな情報はつかめていなさそうなので最終的に選ばれるチームはその瞬間になるまでわからないかもしれませんしなんなら意外なチームを選ぶ可能性もありそうですよね大谷選手はどのチームを選ぶのでしょうか最後おまけです現地時間の今週土曜日にマニナーズがクリスマス商戦の最中、しかも集客が見込める土曜日にもかかわらず t モバイルパークのチームストアを臨時休業にするようです 理由はシステムメンテナンスとしていて、まあ99、99%その理由通りなんだと思いますが、大谷選手がドジャースを訪問した際にも動向がバレないよう、チームストアを当日休みにしたらしく、あまりにこの冬、明るい話題がないマリナーズファンの間では、もしかしたら大谷さん来るのではないかなんて話にもなっています。まあ、確かにわざわざ12月の土曜日にメンテナンスしなくてもとは思いますが、マリナーズがただ商売系気がないだけなのか、それとも本当は別の理由があるのか、真相はいかに。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。